M リーグ2019では、競技マージャンのチーム対抗戦のナショナルプロリーグ、M リーグの2019年シーズンにおける動向をまとめる。M リーグの2019年シーズンは、上限3人だった1チームの人数を4人に変更し、男女混合チームが義務化された。角川桜ナイツが新たに加盟し、チーム数が8チームになった。上限変更と新チーム加盟に伴い、 7月9日にベーバー制によるドラフト会議が開催された。前年の契約選手について移籍、戦力外がなかったため、各チーム前年所属選手にドラフトされた選手を加えた新体制でシーズンが開幕した。また、このシーズンからセミファイナルが導入され、平均打点の代わりに最高スコアを個人タイトルとすることになった。 2020年4月7日、新型コロナウイルス感染症の流行により、改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言が発令されたのに伴って、ファイナルシリーズの延期が発表された。2020年5月27日、政府の緊急事態宣言の全面解除に伴い、ファイナルシリーズの実施と日程が発表され、 2020年6月15日から再開された。再開にあたり、PCR 検査で陰性であることを、出場資格とするなどのコロナ対策を実施した上で、頭脳スポーツとしての麻雀のパフォーマンス維持のため、マスクなしでの対局を行うことが発表された。6月15日から再開された、ファイナルシリーズでは、u ネクストパイレ a ツが4位からの逆転優勝を決めた。 各チームの搬送数が80搬送から90搬送に増加し、このシーズンからセミファイナルシリーズが導入された。ファイナル進出チームの年間搬送数は前年の104搬送から118搬送に増加し、リーグ全体の搬送数は前年の164搬送から216搬送に増加した。 各選手以下の範囲内で打賞することが規定されている。レギュラーシーズンの選手の規定打数は上記とする。このシーズンから平均打点の代わりに最高スコアを個人タイトルとすることになった。レギュラーシーズンが対象。2019年7月9日、ドラフト会議が開催され、8名が指名された。団体別打ち分けは、日本プロマージャン連盟が5名。 最高位戦日本プロマージャン協会が3名。これにより、リーグ全体としては、連名16名、最高位戦9名、日本プロマージャン協会2名ルム1名、朝サ連合ミューマイナス1名という構成となった。内は、各選手の当時の所属団体。レギュラーシーズン、最終成績レギュラーシーズン個人成績レギュラー、シーズン日程、対戦成績日程。 対戦成績セミファイナルシリーズ、最終成績セミファイナルシリーズ個人成績、セミファイナルシリーズ日程、対戦成績日程、対戦成績ファイナルシリーズ、最終成績ファイナルシリーズ個人成績ファイナルシリーズ日程、対戦成績日程、対戦成績各家の表記は、その曲における家を示す。つも数量で、数量報従、ありがとうございます。